今回の動画は2月下旬発売の注目ライトノベル9000ということで、2023年2月下旬に発売するおすすめ新刊ラノベをチェックしていく動画です。個人的な好みも話しながら気になるラノベを紹介していきますので、購入の参考にしてください。今回は MF 文庫 J を中心に注目ラノベチェックしていくんですが、今回から動画の最後に私ゆきともが購入するか迷っている作品を紹介するコーナーを作ってみました。ぜひね、皆さん的に購入するべきかどうか、ご意見なんかももらえると嬉しいです。それではやっていきましょう。まずは2月25日発売の MF 文庫 J から新シリーズを紹介します。タイトルはリバースライアーズ、俺たちが幸せになるバッドエンドの始め方、第1巻となっています。こちらの新シリーズ、あの人気 VTuber 事務所の二次三次とタッグを組んだ意欲作となっていまして、かなりね特殊な立ち位置の作品なんですよね。概略を説明しますと、二次三次の VTuber を俳優として起用するメディアミックスプロジェクトとなっていまして、VTuber がキャラクターボイスを担当するだけではなく、キャラのビジュアルの中にその VTuber の要素を取り入れたものになっています。まあ、それはね、果たして俳優なのかっていう感じもするんですけど、まあ、天下の二次三次がね、そう言っていますんで、俳優ということになるんでしょう。そして肝心なストーリーの方ですが、神隠しという奇妙な噂が囁かれる地方都市を舞台に、かつて天才と呼ばれた人見知りの少女が不可思議な現象に巻き込まれていく異能系ストーリーとなるようです。現実とは異なる世界に迷い込んだ少年少女たちが、誰もが認知できない終焉に対抗すべく、組織を結成して戦いを続けていくって感じですね。まあ、ゴリゴリの異能系バトルファンタジーって感じでしょうか。本シリーズメディアミックスプロジェクトっていうことで、物語の別視点を描くコミカライズなんかも並行して進んでいます。まあ、二次三次とのコラボ企画ですし、話題性は結構ありますよね。発売タイミングで二次三次側での宣伝なんかもね、入ると思いますので、まあ、どれくらい跳ねるのかは気になります。まあ、MF 文庫 J はね、いろいろとチャレンジングなことをしていますので、かなりね、頑張ってると思いますね。こちらのシリーズも要チェックです。続いても MF 文庫 J の新シリーズですね。タイトルは、ウォーゲームハイスクール。こちらは仮想現実世界を舞台にした学園バトルストーリーということで、ちょっとね、特殊な設定が面白そうな新作です。ストーリーとしては、世界が熱狂するウォーゲームという VR ゲームにおいて最強だった主人公が、事故でゲームに関する知識を失った状態から始まります。まあ、数年後、一般人として生きていた主人公ですが、運命に導かれるように、完全実力主義のゲーマー養成学校に入学し、ライバルたちと熱いバトルを繰り広げていくといった展開となるようです。本作はゲームプレイ系の作品ですけど、ゲーマー養成学校が舞台っていうのが特徴ですよね。まあ、なんとなくね、時代の流行なんかを意識していそうな気もします。個人的にはね、主人公が最強だったけど記憶を失っているっていう設定がいいなと思っていて、過去の自分を超えていく熱い展開が楽しめそうですね。あとはね、作中で描かれるゲーム部分がどれくらい面白いのかがポイントでしょう。MF 文庫 J はね、こういうゲームバトル系の作品でヒット作品多いので、本作がね、それに続いていけるのか注目です。こちらね、気になった方はチェックしてみてください。続いても新シリーズですね。タイトルは、義理の妹と結婚しますとなっています。こちらは、お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねの作者である、鈴木大輔先生の新シリーズです。タイトルの通り、義理の妹との家庭内ラブコメっぽいんですけど、このシリーズはね、主人公がかなり変わり者っぽいんですよね。ストーリーとしては、父親の再婚によって義理の妹ができて始まるんですけども、主人公がいきなり一目惚れをして始まってしまいます。しかも主人公が初対面の場で義理の妹のことを性的な目で見ますという宣言をするっていうね、頭のイカれた行動をしちゃうんですよね。まあ、そんなこと言ったらね、速攻で家から追い出されそうなもんですけど、なんとか同居生活がスタートするようです。ただね、当然妹からしたらヤバすぎる他人との生活なわけで、好感度は最低状態みたいですね。まあ、一旦ね、下がりきったら、あとは上がるだけですので、まあ、ストーリーが進むと距離感も近くなっていくみたいです。ただね、あらすじを見ると、主人公がラッキースケベを連発するっぽいので、まあ、ドタバタラブコメになるんですかね。まあ、主人公に振り回されて赤面するヒロインを楽しむラブコメになるようですので、そういったジャンルが好きな人は、ぜひチェックしてみてください。続いては MF 文庫 J のシリーズ続刊タイトルです。まず紹介するのはこちら、V の側の裏側の第2巻です。こちらは昨年11月に発売した VTuber 系の青春ラノベですね。個人的にもかなり推しているシリーズで、VTuber エンタメだけではなく、
結構重めな青春ストーリーとしてもしっかり楽しめました。本作の主人公は現役高校生にして名実ともに神絵師と呼ばれるプロイラストレーターで、そんな主人公が同級生の少女を VTuber としてプロデュースしていくっていうのが大まかなストーリーです。まあ、一巻終盤ではね、予想以上に読み応えのあるシリアスなストーリーになっていたのが特徴ですね。まあ、とてもじゃないけど明るく楽しい VTuber エンタメとは言えないんですけど、その分ね、どっしりと読み応えのある作品として個人的にはかなりおすすめしますね。まあ、ただ気になるのは一巻でね、かなり綺麗に物語が閉まっているので、果たしてね、続巻をどういう風に舵取りしていくのかってところですね。最新巻では主人公が新しく登場する VTuber のマネージャー業を任されてしまうっていうことで、また新しい展開となっていくようです。まあ、おそらくね、新ヒロインも相当めんどくさい問題を抱えていると思うので、果たして主人公がそれにどう対処していくのかが結構楽しみですね。まあ、VTuber 系ラノベはここ最近かなり増えているんですけど、その中でも特におすすめなシリーズなので、気になった方はチェックしてみてください。続いてはこちら、ランジェリーガールをお気に召すままの第4巻です。テレビアニメ化もした変好きコンビが送るちょっと変わった学園ラブコメシリーズの最新巻。このシリーズはラノベでも唯一無二の女性下着をテーマにしたかなり尖ったシリーズなんですよね。本作の主人公は高校生ながら下着ブランドの下着デザイナーをしているっていうね、プロのデザイナーなんですよね。この時点でね、結構変わっているんですが、そんな主人公が学校のヒロインたちをモデルにして理想の下着作りに巻き込んでいくっていう一風変わったクリエイターラブコメになっています。まあ、それだけ聞くとね、結構キワモノっぽい雰囲気なんですけど、まあ、ドタバタラブコメ的な面白さとクリエイター部分の熱さが組み合わさっていて、まあ、唯一無二の面白さがあるんですよね。なんならね、女性下着に対する知識が身につきますからね。まあ、ほとんど使うことはないと思うんですけど、ただね、エロコメ的な部分とシナリオの面白さが両立しているのは、まあ、さすがね、アニメ化経験を積んでいるラノベ作家って感じがします。まあ、前巻でね、恋愛周りの進展があってキャラクターの間での関係性なんかも変化しているんですが、最新巻でもラブコメ部分に進展があるようで、そこら辺がどうなるのか注目です。あらすじを読む限り、ヒロインの一人と偽装カップル系の関係になっていくようで、まあ、その他のヒロインがどう動いていくのかも注目です。ドタバタラブコメが好きならしっかり楽しめるシリーズですので、未読の方はチェックしてみてください。続いてはこちら、クラスの大嫌いな女子と結婚することになったの第7巻です。YouTube 漫画初の家庭内ラブコメシリーズ最新巻。このシリーズは YouTube 漫画系のラノベの走りな作品ですけど、関数もしっかり積み重なってきていて、人気も安定していますね。ストーリーとしてはまあタイトルの通りっていう感じで、犬猿の中の同級生ヒロインと結婚することになってしまって、一つ屋根の下で暮らしていくっていう、まあベタベタな同性系ラブコメですね。ただヒロインがね、最近ではかなり少ない超ツンデレ系ヒロインなので、ギスギスした関係が徐々に甘々になっていく家庭内ラブコメが楽しめます。まあ、ツンデレヒロインってね、少し前に一時代を築きましたけど、ここ数年これってラノベがないですからね。まあ、その中では本作かなり頑張っていると思います。最新巻では二人の距離感がどんどん近づいていって、ヒロイン側からも主人公に寄り添っていく展開となるようです。まあ、主人公が抱えている家庭事情なんかにも切り込んでいくようですので、結構ね、重要な巻になりそうですね。まあ、じれったい家庭内ラブコメシリーズが読みたい人は本作品チェックしてみてください。続いてはこちら、ようこそ実力至上主義の教室へ2年生編の第9巻です。いや、皆さん待望の妖術最新巻が来ました。それにしても妖術は刊行ペースが安定しているので、気づいたら新刊出ますね。皆さんご存知、特殊な高校を舞台に描かれていく学園黙示録の最新刊。しかしね、キャッチコピー的に使われている学園黙示録って何なのか、一巻当時からね、未だに分かりませんが、分かる読者はいるんでしょうか。昨年のこのライトノベルがすごいでは総合ランキング1位、さらにね、その他のランキングでも4巻っていう異次元レベルの人気を誇る本シリーズ。まあ、うちのチャンネルでもね、考察動画をアップするくらい人気なんですが、ここ数巻でさらに盛り上がってきていまして、面白さが天井知らずに上がっています。去年はね、テレビアニメの第2期も放送されましたし、今年ね、第3期の放送も決定していますので、まだまだ盛り上がっていくシリーズですね。 MF 文庫 J の中でもトップレベルの人気を誇るシリーズなので、まあ、未読の方はね、ぜひ読んでほしいですね。ここ数巻で主人公の綾小路の狙いなんかも見えてきて、ストーリー的にもかなり面白くなっています。最新巻では協力型総合筆記テストっていう特別試験が描かれるっていうことで、最大の強敵である A クラスとの対戦になっていくようです。さらにね、次期生徒会長を決める生徒会選挙なんかも描かれるようで、かなりね、展開盛り盛りな感になっていきそうですね。それとね、口絵イラストを見ると一ノ瀬周りにも相当やばい展開がありそうですので、そこら辺がどうなるのかも気になります。
あらすじには学園目視録は新たな混沌へなんて書かれていますので、まあ、相当カオスな展開になっていきそうですね。まあ、新刊発売しましたらうちのチャンネルでも考察動画アップしていこうと思いますので、シリーズファンはそちらの方も楽しみにしてください。今後もねさらに盛り上がっていくシリーズですので、関数はねかなり多いんですが、未読の方はぜひ読んでもらえると嬉しいです。続いてはこちらノーゲームノーライフの12巻です。妖術に続いてノギノラ最新巻も発売しちゃいます。今月の MF 文庫 J はガチで熱いですね。皆様ご存知、異世界系ゲームファンタジーシリーズの最新刊。新刊発売は約1年ぶりですね。ただね、それまでの刊行ペースを考えると、1年に1冊読めるっていうのはありがたいレベルかもしれません。最強ゲーマー兄弟の空白が、ゲームで全てが決まる異世界で、様々な強者たちとゲームバトルを繰り広げていく本作。ゲームバトル系のファンタジーは数多くありますが、やはりエンタメ的な面白さとしては、頭一つ抜けている作品っていう印象ですね。まあ、それとノゲノラのすごいところはね、やっぱり文章とイラストを神谷優先生が一人でやってるってことでしょう。観光ペースこそねゆっくりになってしまうんですけど、ラノメでも類を見ない異次元のことをしていると思うので、本当にすごいシリーズですね。最新刊のストーリーとしては、突如現れた魔王とのバトルになっていくっていうことで、攻略不可能な超難関ダンジョンに挑む新しいゲームバトルが描かれていきます。イラストもめちゃめちゃ気合入っていてかっこいいですよね。まあ、1年待った分期待度もねめちゃめちゃ上がっているので、シリーズファンは最新刊がっつり楽しみにしていきましょう。ノゲノラに関してはね、そろそろアニメ2期なんかも決定してくれないかなと思ってるんですが、どうですかね。まあ、そこら辺の情報が出ないか期待しています。以上 MF 文庫 J の注目タイトルを紹介しました。続いては2月25日発売のヒーロー文庫から、薬屋の独り言13巻を紹介します。シリーズ累計2100万部を突破した化け物ラノベの最新刊。前巻は去年の7月発売でしたので、結構久しぶりの新刊ですね。中華風ファンタジー世界の宮廷を舞台に、X 氏の少女が様々な事件や問題を持ち前の知識と度胸で解決していく本作。ミステリー的な面白さがしっかりあって人気を高めているシリーズですが、つい先日とうとうテレビアニメ化が決定しまして、2023年にテレビアニメが放送されると発表されました。いやー、薬屋に関してはね、もう数年前からそろそろアニメ化するかなって言っていたので、まあ、ようやく来たなって感じがしますよね。むしろねここまで来ないっていうことはもうアニメ化しないんじゃないかって思ってたくらいです。公開されている PV を見る限り映像クオリティかなり気合が入っていますので、果たしてねどんなアニメになるのか楽しみですね。まあ、中華風ミステリーっていうアニメではなかなかヒットしづらいジャンルですが、それをどうアニメで調理していくのか注目です。原作の方は様々な事件に巻き込まれていきましたが、最新刊ではようやく一息つくエピソードになるようです。ただ主人公のマオマオとイケメンカンガンの人種との関係性も変化していくようで、恋愛部分がどうなっていくのかも注目です。テレビアニメ化で今後さらに話題になっていくシリーズですので、今のうちから原作の方をチェックしていきましょう。以上、2月下旬発売の注目タイトル紹介でした。そして続いては、個人的に購入するか迷っているシリーズを2作品紹介していこうと思います。まあ、どこら辺で迷っているのかっていうところも話していきますので、ぜひね、皆さんの意見なんかもコメントで教えてください。まず1作品目は、MF 文庫 J の新シリーズです。タイトルは、恋愛クソ雑魚女が大好きなあの子の体で迫ってくる。もはやね、タイトルからなかなか尖っているラブコメって感じですけど、エロコメ系の新シリーズって感じなんですかね。ストーリーとしては、政治家を志している主人公が、ずっと好きだったヒロインに告白をするところから始まるんですが、なんとその時、そのヒロインの中身が、史上最年少で日本初の女性内閣総理大臣になった女性と入れ替わっているっていう、わけのわからない設定になってるんですよね。まあ、購入するのを迷ってるっていうのは、やっぱりこの設定の癖が強すぎるからですね。まあ、総理大臣と一般人が入れ替わっちゃうのはね、ドラマなんかではね、ある設定ですけど、ラノベでは史上初でしょう。というか、この口イラストの右側のキャラがね、その内閣総理大臣のヒロインだと思うんですけど、この胸元は何なんですかね。しかもね、あらすじを読む限り、主人公は中身が入れ替わったヒロインと付き合っちゃうっていうことで、かなりカオスなストーリーになっていきそうです。いや、何から何までね、これまでにないラノベですので、チャレンジしてみたい気持ちもあるんですが、なかなかね、踏ん切れない感じもありますね。まあ、ぜひね、皆さんが背中を押してくれると嬉しいです。そしてもう一作品なんですけども、こちらは2月28日発売のファミ通文庫のオーバーサイズから、新シリーズの浮遊島の眠れるエース、士官学校生活を満喫するを紹介します。このシリーズはね、舞台設定が結構特殊で、異形の怪物が空から現れるようになった時代で、日本政府が特務自衛隊っていう航空部隊を設立しているという感じになっています。まあ、ちなみにその航空部隊っていうのは戦闘機とかに乗るわけじゃなくて、人間が空を飛んで戦う異能系の感じなんですよね。まあ、リアリティ部分がね、どれだけしっかりしているのかっていうのが気になっています。まあ、ファンタジー世界でやるならわかるんですけども、まあ、本作ね、普通に近代日本が舞台って感じなので、ちょっとね、そこら辺が気になってるんですよね。
で、主人公はもともと一般人のようですが、才能を見出されて士官学校に通っていきます。まあ、ヒロインたちはね、可愛い系のキャラが揃っているので、まあ、シナリオ的な部分がどれくらいしっかりしているのかっていうのが未知数ですね。チート無双ハーレムモノ的な面白さはありそうですが、個人的にはね、がっつりシリアスな本格空戦ファンタジーとかが好きなので、本作がそれに該当するのか、ちょっとね、購入を迷っています。まあ、一応ね、各読む連載作品なので、もしそちらを読んでいる人がいたら、ぜひコメントもらえると嬉しいです。ということでね、今回はこの2作品を買うか迷ってるっていう感じでした。いや、積読がね、どんどん増えていってしまうので、購入どうしようかなって思っています。ぜひね、皆さんの意見なんか教えてください。はい、ということで2月下旬発売の注目タイトル紹介&購入迷ってる作品紹介でした。これでね、2月ラストの紹介動画ですが、今回は MF 文庫 J がとにかく熱かったですね。人気シリーズも大量ですし、新シリーズもね、いろいろ発売して盛りだくさんでした。まあ、今回紹介した中で皆さん的に気になるラノベがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。来週は3月最初の注目タイトル紹介をしていきますので、そちらも楽しみに待ってもらえると嬉しいです。以上、本動画はここまで。この動画を最後まで見てくださった方は、高評価ボタンポチッと押してもらいますと、動画制作のやる気が死ぬほど湧いていきますので、ぜひぜひお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。